ターゲットの名称は便宜上イニシャルを取って IL イルと呼ばせてもらう。そして我々の手から奪われたこのイルは現在無限城にある。名前は？銀次、天野銀次。銀次、そうか。ここはどこなの？無限城。なんだ、夢か。何がおかしいんだよ。目覚めた途端に元気のいいことで猛毒の煙を大量に吸い込んだのに、たった10分間意識をなくしただけで回復するとはなかなかの不死身ぶりだ。それとも君の発電能力と何か関係あるのかな。ま、いずれにせよ頼もしい限りですよ。ああ、そういえばさっき襲ってきたやつ、あいつどうなったんだ。俺確かあいつの前でばったり倒れて。私が片付けておきました。え、じゃああんたが俺を助けてくれた。私一人ではイルのありかまでたどり着けませんからね。あんた一人って、じゃあ他の4人は？どうやらはぐれてしまったようで。おい、バンちゃん、ひみこちゃん、シドニー、カズちゃん。無駄ですよ。私も一応探してみましたが見つかりませんでした。そんな。まあいいじゃないですか、無限城出身のあなたと一緒ならなんとかなるでしょう。それにあなたはパートナーとしてはいろいろな意味で楽しみですから。いや、あの、僕のパートナーっていうのはバンちゃんっていうのが世間一般の常識で。そう言わずに仲良くやりましょうよ。いやだー、いや絶対やだー。あんなバケモンと二人きりになってごめんだ。命がいくつあっても足りないじゃないか。ここまで来ればもう大丈夫。なんでそこにいんだよ。いやいや、さすがにお詳しい、実に頼りになるパートナーだ。でももう逃げたりしないでくださいよ、お互いのためにもね。でもね、案内図はカズちゃんが持ってるから、いくら俺が無限城に詳しくても。あの案内図が本当に正しいかどうかなんて分かったものではありません。依頼人は多大な犠牲を払って調べたとは言っていましたが、今もそこにイルがあるという保証はない。確かにね、いきなり敵らしき男たちが襲ってきたの。またかよ。無駄な戦いは避けましょう。なことは分かってるよ。こいつらなんだ。それにシューのあの言葉、あんた分かってるのかよ。あんたが消えたせいで俺たちがどんな目に遭ったか、そして今この無限城で何が起きようとしているのか。要するに我々の手で探し出せということなんですよ。命がけの仕事というのはそういう意味も含んでいるのです。ま、とりあえずあなたの昔の知り合いを探しましょう。そうだね、上の階を目指して上がっていくしかない。ではお先にどうぞ、銀次君。え、俺が先？当然ですよ、私では道が分かりませんからね。
どうかしましたか？いえ。大丈夫ですよ。そんなに怖がらなくても。あなたも雷帝と呼ばれた人物でしょう。何よりあなたはこの私を一度は倒した男なんですよ。何を恐れる必要があるのですか？あ、そうか。俺一度はこいつに勝ってるんだ。もし何かあったら、またあの時みたいに、デッキ力攻撃で。そうそう。あなたは強いんですから、もっと自信を持って。でないと私も退屈だ。あ、退屈って？ほら、見てください。あの時あなたに磁力で体から引きずり出された経験を生かし、磁力に反応しないものに変えたんですよ。あ、そうなんですか。それってそのうち俺と戦う気か？ダメだ。とてもこいつに背中を見せて歩く気になれないよ。行きましょうか。あの、せめて隣を歩いていただけますか？構いませんが。バンちゃん、バンちゃん、あなたは今どこでどうしてますか？おい、てめえ、どうしてこういうことになるんだよ。おい、猿回し。うるせえぞ、蛇野郎。てめえは黙ってついてくりゃいいんだよ。おお、上等だ。俺は戻るぞ。戻って銀次たちと合流する。戻ったところで、あそこには毒を含んだ煙が充満してる。他の連中だってとっくに別のルートで奥に向かってるさ。まったく、銀次のアホがもたつかなきゃこんなことには。まったくだ。いくら昔の仲間だからって。バカ銀次、何やってる。戦いの最中にあんなに悲しむなんて俺にはわかんねえよ。でもわかんねえからこそ俺はあいつの下にいたのかもな。雷帝って呼ばれてた頃の銀次は今みてえに妙に明るくもとっぽくもなかったけど、情けに脆いところは昔から少しも変わってねえ。で、マクベスってやつはどうなんだ？そいつもおめえやカズキを含めたボルツの四天王の一人だったんだろ。やつは俺やカズキとは違ってた。帝王としての銀次に憧れていたんだ。だからマクベスは銀次が出て行って一番変わっちまったのかも。おい、猿回し、おいでなすったようだぜ。ものすげえ殺気だな。ひょっとしてそのマクベスとやらの登場か？いや、この感じは。驚いたよ、シド。マクベスの邪魔をしに来たという雇われチンピラがまさかあんただったとはな。やっぱてめえかよ。昔から納得がいかなかったんだ。なんでたかが獣使いのあんたよりこの俺が下に見られなきゃならないのか。ごたく並べてねえでさっさと出てこいや、真神龍馬。てことは俺はそっちのツンツン頭くんの相手をすればいいのかな。なんだこいつらは。真神龍馬と真神あやめ、ボルツの元幹部だ。この様子じゃヘブンの話は本当かもな。あ？おめえらの昔の仲間がイルに関わってるって。マクベスか。一体何を始める気なのか知らねえけどよ。何をのんびりと話し込んでいるのかな。気をつけろ。そいつの髪の毛は無重力合金製だ。なんだそれ。無重力状態だと鉛とアルミみてえな比重の違う金属も完全に混じり合うんだと。髪の毛だけじゃないよ。爪や額、そして肘に埋められたインプラント、全身が武器ってわけ。自分の体を改造して喜んでるってわけか。どうした？何を驚いている？俺が昔と同じレベルにとどまっているとでも思ったか？こいつは異様なトレーニングを積んで肉体を改造してるのさ。へえ、根性あるのね。でも俺には勝てねえよ。
何しろ俺はお前らの上司だったこいつをケチョンケチョンにしたんだからな。てめえもう一遍勝負つくか。それじゃあ俺じゃやるか。少しは俺のこともかまってよ。余裕かましてやられてりゃ世話ねえな。しゃあねえな、ちっとばかし遊びに付き合ってやるか。なんだよ、口ほどにもない。ヒット&アウェイだ。とんでもねえスピードであやめの顔を張り飛ばし、また元の位置に戻ってやがる。貴様何を。どうした、来ねえのか。来ねえならこっちから行くぜ。うわっ、おい蛇野郎。無駄だ、お前の連れはあやめのテリトリーに引き込まれた。生きて出てくることはありえない。次はお前の番だ。やったー、しまった、遊びすぎちまった。ようこそあやめのテリトリーへ。ようやく思い出したよ、あんた御堂番だろ。邪眼とかいう術を使うんだって。邪眼って中世ヨーロッパで魔女が持っていたっていう魔性の瞳、イービルアイのことだよね。でもそれってこんな真っ暗闇でも使えるのかい。目と目が合わなきゃ使えないんだろ。何を勘違いしてやがる。邪眼なんかかける気になりゃとっくにかけてら、先はまだ長えんだ。てめえごときにもったいなくて使えるかよ。その減らず口叩けなくしてやる。どうしたんだい。俺の気配が読めないんだろう。お前を闇に葬ってやる。移動版。かかったな御堂番。ここからはゆっくりと楽しませてもらうよ。なんだこりゃ。ここは俺の肉体改造実験室さ。肋骨を金属製に変えてみたり、関節にいろんなものを埋め込んだり、内臓を装甲板でガードしてみたり、いろいろここで試してみてるんだ。お前たちを襲った奴らも俺が加工したのさ。みんなやられてしまったけどね。でもまだまだ実験台はいくらでも行く。なんだと。自分を改造する前に実験して安全を確かめないと危険だろ。よかったらお前の体も改造してあげようか。ここに入り込んだお前の仲間たちもね。今こそ汝が右手にその呪わしき命運突き当てるまで、高き銀河より降りたもうアスクレヒオスを宿す者なり。何をブツブツ言ってるんだ。されば我は求め訴えたり。くらえ、その毒蛇の牙を持って。黄金製の工作具が。しまった、暗くしないと蛇眼をかけられて。心配すんな。てめえは悪夢じゃ済まさねえ。スネークバイト。
待ってな。今すぐ解放してやっからよ。大丈夫か？ありがとう。一つ頼みがあるんだ。この部屋から出る方法教えてくんねえか？え？やんなきゃいけねえことができちまったからよ。どうした指導？こんなもんか？ボルツの四天王の実力は？指先が触れただけで切れた。もっともボルツなんてのは今思えばアマチョロいガキのお遊び集団だったがな。なんせ本当の実力とは関係のないところで序列が決まってたんだから。本当の実力？なんだそりゃ。力だよ。恐怖で人を従わせる圧倒的な力だ。それ以外にあるか？怯えて従うだけの手下しかいなかった。お前らしいセリフだな。どこが悪い？この無限城では力こそが唯一のルールだったはずだ。だからお前は雑魚だって言ってんだよ、真神龍馬。貴様こそ何様のつもりだ、シド。一匹狼一人で誰一人周りに寄せつけず、挙句そのありさまだろうが。いいざまだな。その手やっと気づいた。見ろ、皮膚角質化剤をみっちり半年間も塗り込んで作り上げた剛腕を。俺の腕は青龍刀と同じよ。ズタズタに切り刻んでやる。大改造もここまで行くと人間じゃねえぜ。奪還屋を始めたそうだが、孤独な魔竜殿の末裔のお前にできるのはせいぜいその程度だな。ちんけな金のために無限城に舞い戻り、一人惨めに死んでゆく、それがお似合いだ。ふん、俺が孤独？分かってねえな。あの時も今も俺の周りにはいつだって仲間がいっぱいなんだよ。たわごと。どうだ、お前の言うところの恐怖をもって従わせた俺の兵隊だ。見ろこの数、俺が徹底的に強化鍛錬した屈強の戦士ばかりだ。貴様なんぞ5分でひき肉にしてくれるわ。ほう、じゃあ今度は俺の仲間を見せてやろう。紹介するぜ、俺の仲間。無限城の闇に住むカラスどもだ。ゲスな獣使い目が。その獣にお前たちはやられるのさ。行け。たかがカラスごときに。逃げるな貴様ら。おい、教えてやろう龍馬。人間には意志の力で肉体を変化させる力があること。貴様こんな風にな。いいよ、我ら魔竜度が百獣技隊武将に。分かったか、てめえの器は所詮この程度だ。それに俺はもう一人ってわけじゃねえんだよ。へえ、勝ったのか猿回し。へっ、当たり前だ。てめえこそあやめ相手に苦戦したんじゃ。おい、今すぐ答えろ。マクベスとかいう野郎のことをよ。あ？隠し部屋の中見てみろ。そいつらもう少しで改造の実験台にされるところだったんだ。いくら無限城が無法地帯とはいえ限度があるぜ。違う。ああ、何が違う？銀次がいた頃はこんなんじゃなかった。あいつがこんなこと許すはずがねえ。俺らがここを出て行ってから変わっちまったんだ。じゃあマクベスとかいうやつのせいだろうよ、てめえらの元お仲間の。何を企んでやがんのか知らねえが、もしイルに関わってんのがそいつだとしたら、この無限城だけの問題じゃ済まねえ。とんでもねえことを追っ始めようとしてるのは間違いねえぞ。イルがなんだか俺らにはわからねえ。ただ依頼人の素振りからして相当にヤバいもんだってことだけは確かだ。マクベスは、あいつはこの無限城の申し子だ。
マクベスはまだ目も開かない赤ん坊の頃にこの無限城に捨てられた。マクベスが詰め込まれていたバッグにマクベという文字が刻み込まれていたから名字だけは分かった。だが下の名前は誰にも分からない。もちろん本人にも。やがてその頭脳に畏怖を感じた者たちは奴をこう呼んだ。マクベに未知を表す X をつけてマクベスと。奴は無限城の伝脳、未知なる少年だ。